どうも、かがず熊本移住チャンネルでございます。普段は熊本の観光やグルメを投稿しております。チャンネル登録お願いします。今日はハウステンボス2日目、楽しんでいきます。一番最初にやる、6時からのステージはこちらですね。アムステルダムっていう会場のこちら、一番こうツリーとかね、サンタさんがいっぱいいるところですね。その泉もあります。まあ、ここでステージやるんで、まあこの真ん中ら辺ですかね、ちょっと後ろの方がいいかもしれないし、ちょっとこのツリーとかを一気にライトアップするんで、まあこのサンタさんの目の前のね、この辺とかちょうど真ん中なんでね、気も映しいんじゃないかなと思います。こちらアムステルダムの 3D プロジェクションマッピングのところですね。まあミッフィーちゃんね、こんだけ広い範囲あるんですけど、この四角の枠書いてるところが 3D マッピングの場所になります。特にこの白2つですね、ここ2つがプロジェクションマッピングがあるんで、まあ、この辺が真正面なんですけど、結構ここ人、僕が撮った時は誰もいなかったんで、ね、ちゃんとこの皆さん椅子に座ってたんで、椅子の方から撮った方がいいかなと思います。気合、まあここで一人で立って立ち向かえる人はね、ここから撮影するといいと思うんですけど、後ろからのすごい写真、あの後ろからのすごい視線が感じるかなっていうところです。こちらが一番すごいプロジェクションマッピングですね、見える場所になりますんで、絶対に、見ていただいた方がいいかなと思います。見るやつは、2回あります。1つ目が6時半に行われるもの、そして続いて8時35分と、9時35分に2回、行われるもの、両方ねすごいプロジェクションマッピングで見てください。ホテルアムステルダムからもすぐ来ることができます。縦動画で撮る方は結構前の方から撮影した方がいいんじゃないかなと思います。時計の下で歌ってる方もいるんで、そちらも映るように撮るといいかなと思いますけど、まあ、僕は横動画なんで大体、後ろの方から撮りました。場所でいうとこのセントラルっていうバスがあるんですけど、このほんと手前この辺で僕は撮影しましたんで、まあ、この辺で手上げながら、15分ぐらいですかね、撮影しましたんで、皆さんここね、この全部ライト1回消えて点灯するんでね、醍醐味が味わえるんじゃないかなと思います。絶対に見てください。アトラクションタウンですね。僕はねこのら辺でスーパーワイドで撮りました。まあ、こちらの方からチカチカ光ったり、まあこっちがメインなんですかね、ここにプロジェクションマッピングがあったんで、まあこんぐらいの価格か、まあ、ほんとこのカプセルトイズって500円のガチャガチャ回すこの辺で撮ったらいいかなと思います。アトラクションタウンのアンブレラストリートに来ました。こちらから撮影しました。こちら撮影するときはちょっと前に出て、上がかくこうやった方が綺麗だったかなと思いましたんで、皆さん結構前で撮影したらいいんじゃないかなと思います。僕はねこの正面のこちらのところで撮影したんで、ちょっと遠目に映っちゃいましたね。前の方で撮影した方がいいと思います。はい、光のファンタジアシティ行きました。この円球がすごい光ってました。あとはこの壁がザーッと光の演出と、この下のところもね演出だったんで、このカメラここっていうところがあるんで、この下ぐらいからこうね撮影するのが、ちょっと下の方が映るように上から下かけて撮ったら影がね、この辺にもシャーッと出るんでいいんかなと思います。パレスハウステンボスっていうところですね。僕はど真ん中真正面から撮影しました。一応向こうの岩見えると思うんですけど、あそこから噴水がね湧いてました。でこの大きく U字に広がってる草、ね、すごいあのライトアップされてるんで、その中通るのも結構オシャンティーでした。今はこんな感じですけど、僕の指一つで、こんな感じやけど
私のお家、お家で、お庭なのすごいですね。今ちょっとね、綺麗にしてるところ。続いて来たところがこちら、アートガーデンというところですね。こちら大きく見るのがタワーシティって言って、上まで登ることができます。ここは、こちら見えるまあ、宮殿の壁から下にかけて、波が、滝のような感じ、ナイアガラの滝のような感じでね、イルミネーションやってるんですけど、大体皆さんこの辺で撮ってました。まあ綺麗にね、まあ綺麗にこの上から下まで映れるからかなと思います。あとはこの真正面、この道沿いに行って撮ってる方もいました。ただ僕はちょっとこのイルミネーションがこっち側が結構真正面なんで、こちらの前の方ですね。はい、この前の方に来たんですが、ここ角から撮りましたね。こんな感じで、はい。なんでまあどっちから撮ってもいいかなと思います。ここだと真正面か、まあ入り口の方からこのイルミネーションとこのタワー映るように撮れれば、まあいい感じで撮れるんじゃないかなと思います。はい、こちらしおんちゃんに行っていただいたフラワーロードのウォーターマジックですね。こちらは、ここの場所から撮影したんですね。はい、まああれちょっとこう寄せてね。で、ただこの辺が発車しなかったのか、そうから今からちょっと動くんですけど、はい、ちょっと場所を移動しました。先ほどいたのはあちらの方からこっちへ歩いてきたんですけど、まあここから撮った方が全体的に入るんじゃないかなっていう、しおんちゃんの考察ですね。うん、まあ、この後ろら辺か、まあ、この辺ぐらいかな、はい、みたいなんでね、この動画見た方は参考にしていただければなと思います。はい、皆さんもぜひハウステンボスでイルミネーション、またお花のね鑑賞したりとかありますんでね、楽しんでください。またねー。バイバーイ。あー危ないけど当たらへん。はい、自分でデコるパターンのあれやな。しおんちゃんでデコっていきます。